皆さんこんにちは。本日4月6日木曜日です。ちょっと今日風が強いね。大河くん、昨日の夜からね、少し大河くん地方風が強いです。ずっとお天気良かったんですけど、今日からねちょっと崩れるみたい。さっき晴れ間も見えてたりはしたんですけど、今日から崩れて強風ですね。今日明日あたりで土曜日雨なのかな。行ける時にお散歩行っといちゃおうね、大河くんね。さて、前回の動画、ダイエット企画第29弾スタートしますっていう動画見ていただけましたでしょうか。体脂肪率を測定してスタート時のね、体重と体脂肪率を見るっていう動画だったんですけど、びっくりしました。ちょっとね、測定した後言葉にならないっていうね、言葉に詰まる部分があったかと思うんですけど、びっくりしました。とうとうね、50キロがやっぱり何かのね、私の中で大台というかボーダーラインだったんですけど、50キロを優に超えて 51.2 キロですもんね。びっくりしました。衝撃的でした。1ヶ月前よりも 1.3 キロも増えちゃってました。で、動画の中でもお話ししたんですけど、体脂肪率がその1ヶ月前が 29.2% で、で今回 29.0%、 0.2% 体脂肪率に関しては減ってたんですよね。なのに体重が 1.3 キロも増えてる。どういうことだろう。まあ、逆を言えば体重が 1.3 キロも増えてるのに体脂肪率は増えてないっていうことだったんですけど、なんでだろうってちょっと一晩二晩考えたんですね。チラ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 考えてたんですけど、思い当たる節がやっぱり筋肉ですね。というのも、私また膀胱炎の話になるんですけど、2月に結構重い膀胱炎をして、でまた抗生物質飲んで治したのに、また3月に来たっていうことで、その時にもうこれはダメだ、このままずっと繰り返しだ一生って思って、ってことはもう体がね弱ってる、免疫力が弱まっているので、以前にねダイエット企画をやめて健康企画にしようかななんてお話もしたんですけど、ちょっとそれの走りというか練習でウォーキングしてみたんです。というのも、週末にね、ニーニーがいる週末に大河君とニーニーと3人で少しね、ウォーキング、長い距離を歩くということで、大河くんとね、一人でお散歩する分にはね、やっぱ全然歩いてくれないんですよ。歩けない。大河くんがちょろちょろしてマーキングしたり、クン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 したり。でもね、ニーニーと一緒だったら、片方が大河くんのリード持って、片方が先導してズン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 歩いていくと、大河くんね、待って待ってって追いかけてくるんですよ。なので、この方法だったらサク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 歩けるんですね。ウォーキングができるんですよ。普通のね、一人だと大河くんのお散歩に付き合ってダラダラ歩きなんですけど、大河くんにとってはダラダラ歩きの方が楽しいのかもしれないんですけど、私にとっては運動なのでね、ウォーキング、サクサク歩き、これをね実はしてたんです。毎週末土日に何回ぐらいしたかな。ただここ1週間ぐらいはねしてなかったの。だからね、パッと思いつかなかったんですけど、ウォーキングだっていうことが。で、ウォーキングしたのはどれぐらいしたかっていうと、距離で測ってはないんですけど、スマホについてる歩数計、あれでね7000歩ぐらいは歩いてたかな。なんか調べたところによると、1万歩は今このね現代の言われている距離では歩きすぎらしいですね。昔はね、万歩計って、歩数計のこと万歩計って呼んだ時代、覚えてらっしゃいますでしょうか。万歩計っていうぐらいだから、1万歩を目標に、健康的な歩数ですね、1日1万歩を目標に歩こうっていうふうにね言われてたんですけど、これ母に聞いたんですけど、1日1万歩はね歩きすぎらしい。膝や腰に負担がかかっちゃうんですね。まあ普段ね、どのぐらい運動してるかとか、お仕事がどういうお仕事されてるかとかにもよるんでしょうけど、あとはね、ただ家の中をちょこ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 歩くっていうのと、お外でしっかり靴を履いてウォーキングする1万歩っていうのとはね違うんでしょうけど、1万歩はね歩きすぎらしいです。なので
理想はね、私もネットで調べたんですけど、理想はね7000歩とか、まあ、5000歩以上、5000歩ぐらいかな、5000から7000歩ぐらいが理想だったんじゃないかな。なので5000歩をね、あの目標に歩いてみようと思って、いろんなところにね、このぐらい距離歩けば5000歩かなとかね、近所に任とね、大河君とね探りながらやってたんですよ。そういえば思い出した。で、片道5000歩丸々歩くんじゃなくて、半分行って、でその先でご飯食べたりランチしたりして、で帰ってきてるので、ずっとその5000歩、例えば1時間ぐらいかけて歩いてるわけじゃないんですね。30分かけて向こうで1時間ぐらい休憩して、でまた30分かけて帰ってくるとか、そういう歩き方だったので全然自覚なかった。ただ本当、大河くんの散歩に付き合って、ちょっといつもよりはね早足で歩いてるっていうぐらいだったのでびっくりしました。筋肉痛もね、確かに最初の1回目来そうになったので、ちょっとマッサージしたりとかしてたんですよね。なので筋肉痛という筋肉痛も味わってなかったの。なのでね、本当にね、そんなに自覚がなかった。多分あのウォーキングが効いてたんだと思う。体脂肪率をこの減らした、今回のね数値に対してびっくりしましたね。そうなんだ。なんかよく筋肉は1週間も使わないと落ちちゃうよとかね聞いてたので、もう1週間以上歩いてなかったからとっくに落ちちゃってるのかと思ったけど、残ってるんだね。でやっぱり足の筋肉はね、体の中の筋肉で一番大きな筋肉って言われてますからね。そうなんだ、そういうことだったんですね。体重が 1.3 キロ増えてるのに体脂肪率が 0.2% 減ってたってっていうことは、そういうことだったんです。びっくりしました。これね、またね続けていこうと思います。膀胱炎に対してはあまりまだ効果はありませんけど、まあ体にとってはいいことでしょう。体重が多少増えてもやっぱり体脂肪率が増えるよりはね、いいことなんじゃないかな。で今回それと並行して行う、何を飲むだけダイエット今回するのかっていうのの発表の動画になります。本題に戻ります。今回ダイエット企画第29弾、飲むだけダイエット、飲むものはこちらになります。じゃじゃーん、帰ってきました、水ダイエットてか、ちょっとびっくりしてます。帰ってきました、水ダイエット。これね、前からやろうやろうなんて言ってはいたんですけど、ようやく始めます。こちらね、水ダイエット今回2回目、レベル2なんですけど、12月の1日から実はやっておりました。こちらのね、水ダイエットを2日で1本、これ2リットルなんですけど、2日で1本、要は1日1リットルずつ飲むっていうね、水ダイエットを行っておりました。12月の1日から12月からなので、4ヶ月やってまいりました。このね、ペットボトルの蓋に数字を書いて、例えば4月の1日2日とかね、数字を書いて飲んでおりました。で今回これをどうバージョンアップ、レベル2に持っていくのかというと、こちらの量を増やします。今までは2日で2リットル、要は1日1リットルだったんですが、今回は3日で2本行います。キャップにはこのように書いております。これ4月の4、5、6って意味ですね。今日6日なので。1本目、丸1の4、5、6があって、2本目の4、5、6があって、これね、今回今、2本目です。2本目ということは、これが2リットルなので、4リットルを3日で飲み切るってことですね。先月までやってたのは、2リットルを2日で飲み切るから1日1リットル。今回は少し増やしまして、4リットルを3日で飲み切る。4÷3 なので、1.3 リットルぐらいなのかな。300ミリぐらいちょっと増える感じになると思います。1日の飲むね、負担に関しては。こちらがね、もうあったかくなってきたので、少しお水の量増やしても大丈夫かなって思ったので、そろそろ量増やそうと思って始めたんですが、結構ねいっぱいいっぱいです。というのも、実はね、もう3月末の時点で結構ね、早取りでもう4月の何日とかの数字まで行ってたんですよ。だけどね、もう追いつかれちゃった。
今も今日最終日、4月の6日なので、この4、5、6の3日間の中では最終日ですね。まあこれぐらいだったら飲み切れると思いますけど、今までの1日1リットルの感覚ではちょっと追いつかないですね。まあさすがに数字的にもそうなんですけど、ちょっと自分的に努力するというか意識して飲まないと追いつかないですね。こちらがノルマということでやっていこうと思います。大学落ち着いたんだ。ママがペラペラ喋っている途中でガム食べて落ち着いたな。うん、いいか。こちらね、前回もお話ししましたけど、膀胱炎とっても良いかなと思って、水分とってシャーっとね、おしっこで菌を出しちゃうっていうのでね、膀胱炎にとってもいいかなと思ってまたやってみようと思います。で、あと暖かくなってきたからね、だいぶ普通に水分、冬の間よりは喉も乾くと思うので、多分簡単なんじゃないかな。これでね、1ヶ月間やってみようと思います。ちなみにこれどういうルールで、自分の中のルールですけどね、どういうルールでやっているかというと、飲み物をこのノルマ、今回だったら3日で2本、2リットルをね、3日で2本飲み切るっていうノルマでルールでやっているんですけど、あの他の飲み物も飲んでいいんですよ。今もあの飲んでます。みちょのお酢のね、みちょ飲んだり、あとはお外でコーヒー飲んだりとかね、あのランチの時、出かける時ジュース飲んだりコーヒー飲んだりとかもしてます。ただ極力家にいる時はこのお水を飲むようにしてます。なぜかというと、他の飲み物飲んじゃうとこの1日のノルマが達成できないから、どんどん次の日にね、繰り越しで溜まってっちゃうので、なので、あの飲みたくても飲めない、まあ飲みたいにも別にならないですね。だいぶもうお水も慣れてきました。軟水ですしね、というルールでやっております。なので無理なくね、できるんじゃないかなって。喉乾いた時はグビグビグビって飲んじゃうしね、無理なくできるんじゃないかなと思います。というわけで、今回のダイエット企画第29弾は、水だけダイエット、帰ってきた水だけダイエット、量を増やして行おうと思います。またすぐにね、今日も4月の6日なので、すぐに中間発表来ると思います。体重ね、怖いけどそんな変わってないんじゃないかな。一応中間発表やります。また次の動画も楽しみにお待ちくださいませ。それでは今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。